テクテクネバールくん。今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。これはある東北の大学生たちが体験したお話ネバー。仲の良い男3人、女3人の大学生たちは卒業前に6人で卒業旅行に行こうということになったネバー。その目的地はとある山あいにある旅館に決まったネバよ。まだ雪の残るその日、車2台で待ち合わせてから行くことになったネバ。1台はすでに付き合っていた A 君と B ちゃん、もう1台には C 君、D 君、E 子ちゃん、F 子ちゃんが乗ることになったネバ。待ち合わせ場所に先に着いたのはA 君 B ちゃんの二人の車。しかし待ち合わせの時間になっても他の4人が乗った車は一向に現れなかったネバ。どうしたんだろう。何か事故でもあったんじゃないだろうな。まさか。もう少し待ってみようよ。きっと寝坊でもしたんだよ。二人がまたしばらく待っていると C 君だけが青白い顔をして一人で歩いて現れたネバ。お前どうしたんだよ。なんで一人なんだ。実はさ、ここへ来る途中で車が事故に巻き込まれちゃって、事情聴取とかで時間かかるから先に行っててって言われて。事故？他の3人は大丈夫なのか。うん。二人はどうするべきか悩んだねば。しかし他の3人がそう言ってるならとりあえず3人で先に行ってようよ。誰も行かなかったら旅館の方にも迷惑かけちゃうし。そうだな、仕方がない。ひとまず3人で行こう。他の3人のことが心配ではあったネバだけど、3人はとりあえず旅館へ向かったネバ。山あいにある旅館に着いたのはいいものの、そこは電波が届かない圏外。他の三人とも連絡することもできなかったネバ。どうすることもできず、部屋で待っていると、突然、部屋の電話が鳴ったネバ。もしもし、フロントなんですが、先ほどお連れの三名様から電話がありまして、まもなくこちらに到着するとのことでした。それを聞いた C 君は、顔面真っ青になりながらこう言ったネバ。そんなはずないよ。二人には黙ってたけど、あいつらはもう事故で死んだんだ。どういうことだよ。あいつらも楽しみにしていた旅行だから、俺たちだけでも行った方があいつらも報われると思って。じゃあこっちに向かってるっていうのは誰なの。あいつら俺たちをあの世に連れて行く気なんだ。怖くなり恐怖で震えていたネバ。するとエレベーターの音がかすかに聞こえたネバよ。おい、まさか本当に。いやーキャー。エレベーターから聞こえる足音はどんどん自分たちの部屋へ向かってきたネバ。そして部屋の鍵が開く音がして、すごい勢いでドアが開いたネバよ。お前たち何やってんだよ。大丈夫か？え？わけが分からずパニック状態の二人。すると今日待ち合わせの前に事故に巻き込まれて、 C 君だけが打ち所が悪くて救急車で病院へ行ったんだ。俺たちも事情聴取とかで時間取られて、すぐに旅館にキャンセルの電話も入れようとしたら、お前たちがチェックインしてるって聞いてびっくりして飛んできたんだよ。何言ってんだよ。C 君なら今ここに。辺りを見渡すと、さっきまでいたはずの C 君の姿はもうそこにはなかったネバ。次の瞬間、それまで黙っていたいい子が泣きながらこんなことを言ったネバよ。そんなわけあるはずないじゃない。ここに向かってる時病院から連絡があって、 C 君は病院で息を引き取ったって。
卒業旅行を楽しみにしていた C 君、その気持ちが形となってみんなを旅館に招いたのかもしれないねばね。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。